か。15戦無敗のアルティメット マチダ、猪木イズム最後の継承者、猪木の秘蔵校、両界格闘最強軍第2戦。この試合は猪木ボンバイエ総合ルールで行われます。勝敗がつきます。共に無敗のこの両都とリッチ・フランクリン、ファイ。今ゴングが打ち鳴らされました。取っている、あーとキックリッター。そして両都は左、なきまさきさんです。さあこの2人の立ち上がり、どのようにご覧になりますか。あの両党選手、まだデビュー3戦目ですけど、そうですね、落ち着いてますね、はい、で対するリッチ・フランクリンはこの15戦目の秘蔵校、まだ2戦ですが2勝0敗。試合をする前にはビドーとテイクダウンを取りました。そしてさあ上から3位両党、さあ蹴りを打つ、そして今度はサングル、あっダメ、そしてパンチを押し込んでいく、さあこいつしかいないと言わしめました。4歳の時から空手を習っているこの亮斗、そう言ったんですけど、ね、はい、本当に落ち着いてますよね。ああそうですか、倒しに行きました。そして亮斗が打ち込んでいく、亮斗君を過ぎたところ、亮斗が打ち込んでいく、さあこれを嫌っているリッチ・フランクリン、さあ初めての敗北を喫してしまうか、リッチ・フランクリン、これでストップドントムーブになりました。リッチ・フランクリンが足で腰を押さえているのが、あるいは無敗のアルティメットをリッチ・フランクリンが、残り時間は10秒となりました。ここまでは両手がうまく攻め込んでますよね。そうですね、まだ決定的な、打撃とかないんですけども、両手選手の5分3ラウンド、その第2ラウンドが始まりました。あと回し蹴り、しかし元は4歳の時から空手を習っていました。空手師範でもありました。そのお父さんに4歳の時から、そして15歳から、あーと今入りましたね、綺麗に入りました。あーと入りきった、一発です、一発で取りました。両太が3勝目を挙げました。 無敗のアルティメットリッチ・フランクリンから勝利を奪いました。見事な勝利を奪いました。無敗を守ったのはこの両都であります。両都選手の勝利です。ご覧いただきます、蹴りを打ち込んでいって左ストレート、これはもうやった後です ね、 ね、この前に出ますね。あーなるほど、戦う高校教師、肉体派高校教師、あとは自分の最後のマネ弟子だとあのアントニオ猪木に言わしめたその両都が勝利を奪いました。猪木最強軍対世界格闘最強軍第2戦は。